Subscribe for more Annam! あたしとお茶してるところなんて見られたら変な噂立つでしょ。思い出したらまた連絡する。なんか無茶苦茶なんだけど。誰かと一緒にいたの？ああ、日和とな。日和？あんたが誰と仲良くしようと勝手だけどさ。へえ、名前で呼ぶ仲なんだ。しかも同じ趣味。帰ろ。で、何？思い出した？伝えたいことって。カフェの時からあんたにしちゃうだうだしてるっていうか。別に佐藤にせよ松下にせよ、放っておけばいいんじゃないか。あいつ自身も人並み以上に高い実力を隠してるタイプなんだろう。はぁ、なんか感じ悪いっていうか。松下は俺の実力に疑念を抱いている。ちょっと待って、私の頭の整理が追いつかない。新しい恋を始めようと思っても、平田君と別れたんだから新しい彼氏を探すの。もう行くから。ケイ。何？あんただって椎名さんと仲良くしてるじゃない。私と違って趣味も合うみたいだし。付き合うか？え？俺とお前で付き合うかって聞いたんだ。何の冗談よ。あんたは椎名さんの。単純に嫌だったらスルーしてもらっていいんだが。好きってこと？そうだ、俺は軽井沢 K が好きだ。 K が他の誰かの彼女になることを阻止したいと思ったからだ。付き合ってあげるわよ。それは俺のことが好きってことでいいのか？あ、ちょ、まさかキスとかするの？ねえ、ちょっと身長伸びたんじゃない？そうかもな。